人間の意識に対する考察人間の内なる真の画すなわち人間の意識とは何だろうか私は自分の真の我を求めて古代,インド哲学古代インドの哲学者シャンカラの説いた「富士一元論に」に ついて探求してきた富士一元論とは宇宙の根本原理であるブラフマンと自己の内なる真の我であるアートマンは別々な存在ではなく同一なのだという考え方だ宇宙の 宇宙の根本原理であるブラ,フンブラフマンは一神教では神であるからボンガ一女では人間は神と等価の存在だということになる。ということはこの世宇宙は神で満たされることになってしまうのか 本当にそうだろうか違うだろう。人間は迷い、もだえ苦しみの中で神を求め仏にすがろうとしているのではないのか私の精神、魂が満たされることはない。私の精神の遍歴において、 めぐりあった一つの書があったそれは生涯自分の寺を持たず各地の座禅道場を巡り歩き究極の禅を求めた沢木公道老子の伝に学んだ人生をまとめた書だ「沢木公道」1880年。 三重県津市に生まれ1897年曹洞州永平寺に入り1899年出家した。彼は言っている人間は裸で生まれてきて裸で宇宙に帰っていく存在なのだ。 ほんのの短い,せいなのに、人は愛欲、地位、名誉、財産などのしがらみに捉えられ、心が身動きできなくなり、死に赴むくことになる。沢木行動は言う、人間は裸で生まれてきて、裸で宇宙に帰っていくのだと。 何もなくとも人間は生きているの自分の尊厳を胸に秘め、自分の人生を胸を張って一歩一歩歩いていこうではないかと、沢木行動は言っているのだ。私は80歳を目の前に、脳梗塞、狭心症に倒れ、 白内障を病んでいるこんな自分にとって人間は裸で生まれてきて裸で宇宙に帰っていくという言葉は素直に「そうだ」沢木行動は言っている人はその人の一瞬一瞬に宿る生命の輝きを大事に 慈しんで生きるのだと死を前にした私もその通りだと思う沢木行道は生涯自分の寺を持たず道元の支援痴漢ただを生涯貫いた人だった曹洞宗安西寺の最高。 安西寺は兵庫県九十山にある曹東宗の座禅道場だ第二次世界大戦で荒廃していたが裁木行道とその弟子の内山公成により再興された曹東宗の祖道元伝寺の士官太郎 純粋に修行するための道場として再興したのだ。だぜんと卓発に徹した修行道場はいつしか世界に死なれるようになり修行を志す者は世界各地から集まるようになっていった。やがて 沢木公道は病を得て安西寺で1965年宣言したここに沢木公道とその弟子の内山康生の写真を掲げる私は沢木公道氏の座禅の姿は美しいと思う 沢木行動は言っている今が全てだ今この瞬間がある明日のことはわからないではないかだからこの瞬間だけが本当なのだ人間には今のことしかわからないだから 今だけが本当だと思っていればよい。分かったそうする生きる道は現在目の前にあるではないか。分かった道は今自分の目の前にあるというのだな。では歩いていく永遠の今に生きる。 灰人芭蕉の臨終の時に弟子たちが「自生を」と言ったところ芭蕉は「わしの句は皆自生だ」と答えた「いつもこれが最後だ」と苦と向かい合っていた芭蕉は永遠の今に生きたのだ過去も 未来も言わず今を生きよ今を下ろすかにして過去のことばかり言っているものは過去の亡霊だ今に今にとばかり言っているやつは未来の幻を追いかけているやつだ人は今を精一杯生きなければならない 今すべきことがあるではないか自分には今すべきことがある。今は今なすべきことがあるのだ。ただ黙って働け。ただ額に汗して黙々と働くほど愉快なことはないではないか。一生懸命土にまみれ。 汗をかきながらただ働く。これほど愉快なことはない。お日様が明るく照りつけ、風が期待の汗を拭ってくれる。土の間から目が顔をのぞかせ、こんにちはと言う。ただ働く。これほど愉快なことはないではないか。 私もそう思う。思自分を大地に落ち着けるのだどっしりと自分を大地に落ち着け歩いていくのだ自分の生活がどう変化しようとも自分を見失わず歩いていくのだたとえ今ここで食わずに死んでも 人間としての尊厳を持ったまま死んでいくのだ。どっしりと自分を大地に打ちつけ、歩いてこの農夫を見習うのだ。分かった。それ自身になりきれ、自分自身になりきれ、自分は自分に徹するのだ。お前はお前に。 茶碗は茶碗になりきるのだ一切がそれ自身になりきり自分の道を胸を張って歩いていくのだ私は茶碗になりきる2022年1月8日 INU 研究機構学長教授久保です